中野新王は、官武天皇の第十二王子。宇多天皇の外祖父。官位は二品、太宰卒、蔵一品、大城大臣。延暦十四年八月に、秋国鴨も地五十町を、十二月に、河内国方野郡ん白谷町を、父の官武天皇から賜った。佐賀朝の公認五年四品に除せられた。順乱朝では、天朝三年和佐大衆。 天朝四年、中塚左京、天朝七年大罪卒に任じられ、天朝十年正月三品に進んだ。ひと王朝に入ると、上は五年和佐大使、上は九年団上院、上は十三年上野大使を経て、同十四年二品に至った。歌唱三年、門徳天皇の即位後間もなく式部教に任じられると、任受三年日立大使、上元三年和佐大使を兼ね、 上岸五年打在卒に、選った。晩年、連社による宮中の出入りと、金屋外での有料やそのための高と鶴の使用が、許されている。上岸九年正月十七日に皇居した、去年七十六。皇后二十年を経た、忍那三年、皇后天皇の女房であった娘、藩市上書生の帝政新郎が即位したことにより、天皇の外祖父として一品大上大臣が、 追いされている。高畑某山城国く野のの高畑墓に葬られた。道母は、演技式所領領に、金墓として見える。京都市右京区渦正水木山町に所在する現墓は1875年に、事情されたが、学術上は、四滴山古墳と呼ばれる6世紀後半築造の前方後円墳であって時代が合わず、あるいはこの地の旧村名、中野村の由来を、 新の母に不快した解釈とも考えられる。ただし、現在のところは他に有力な意象地などは知られていない。幼い頃から脇前があって賢く、心が広くゆったりした性格であった。夜言と,と鮮明を鮮用見することに優れ、その音に死後は模範とされたが、当時の皇族でその作法に通じていることは非常に珍しいことであった。これは、 左大臣、藤原おつぐより伝えられたもので、後に、聖は天皇の命により、当時三議であった、藤原元常や大江恩人らが、中野親王の住む六条台に赴いて、その落とし曲説を学んだという、中記のないものは、六国史による、本朝公院正雲録による、ありがとうございます。